大家好，我们是日本人生，我是台湾人的 Yuki，我是日台哈夫的想学最自然的日文的话，请记得订阅我的 Podcast。如果想看中日文字幕对照的话，链接内有 YouTube 频道，记得订阅哟。こんにちは。日本人森チャンネルへようここでは、日本在住の日台ハーフの n a m と台湾在住の台湾人 y u が日本のいろんなことを配信していきます。 自然な日本語を学びたいあなたぜひチャンネル登録をそしてポッドキャストリスナーの皆さんもし母国語と照らし合わせながら見たいという方は概要欄の YouTube のリンクから CC 字幕付き動画をぜひご活用くださいえよかったらチャンネル登録もお願いしますそれでは本編にレッツゴー はいというわけで今日も始まりました今日は前回に引き続き日本語のオノマトペについてお話ししていきたいと思います、まあ、我们这一次呢延上はい <laughs> そう先週はね私のカッコの鳴き声のねモノマネから始まりましてでたくさんの鳥の鳴き声紹介しました例えばカラスカーカーとかねあとは ちょっっと特に難しかったウグイスの鳴き声ホホケキョ皆さん覚えてますかね上前回のねもう一回ちょっと確認していただいてです、ね、ぜひまたあの鳥の鳴き声を <laughs> 覚えていただいてどんだけ鳥の名前覚えてほしいんだろうみたいな名前じゃないね鳴き声だねそうついでに鳥の名前も覚えられますから、ね、ぜひ覚えてみてください 的每一个鸟叫声，なぜ <laughs> か？なぜか？なら原因的话，就是因为ナミコさ喜欢鸟。 でですね今回はちょっとね鳥のお話しばらく続けてもいいんですけどそれだけだとねちょっと偏ってしまうのでそこから抜け出して他の動物とか他の擬音語ですね紹介していった後にその後で擬態語ですねそちらもご紹介していこうと思います。う 音語オノマトペから紹介していこうかなって若干悩むんですけど先週ちらっとね「犬」はワンワンとお伝えしたと思うので「犬」ときたら次「猫」かなと思うのでうん、うん、猫日本語だと鳴き声定番としてはなんだやっぱニャーニャーが一番一般的かなと思います。ニニニニャャャャーーーーですねー<ー>台湾は 像上一周五的话，我们有说到了狗狗的话是台湾叫做旺旺生日本也是旺旺生但是在日本的猫咪，猫咪虽然是喵喵叫，但台湾的话是喵喵叫。啊，そうですよね。<对>喵喵ですよね。喵喵，我们是喵喵嗯。嗯，そう。日本語でもでも、喵ャっていう人もいますね。どっちかだな。喵喵」か、喵喵か、それが多いかな。但好像喵喵比较多诶，听起来。 うん、うん、そうそうニャーニャーの方が多いですね。ああニあの牛ですね。モウモウですね。モウモウ。でもあれだよね。台湾の方が本人に近い鳴き声というかんていうのあ <laughs> 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 違う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 。 なんかよりリアルなオノマトペって感じだよね台湾の方鶏もそうだったけど本物に似てるうん、うん、还有日本的羊ね羊怎么叫羊どっちだヤギあでもどっちも一緒かなヤギ羊それらはどちらも

那如果是下雨，雨还没有到地板上的这种时候呢？因为台湾的话会有这种哗啦啦啦啦下雨了，哗、欸、啦啦啦啦。 还没到地板上的，ま的雨が的どり着いてない。对，还没到地板上，可是是蛮大的雨，嗯嗯，嗯就是雨很大的这种这种下声，嗯嗯，嗯下大雨的声音是什么？ザーザー，<laughs> 也是炸炸、oh, ザーザ哦，ザザザ怎么？ザザ的话是很大的雨在下的时候，然后连地板这种打击声也都算是。嗯，大体全部ザーザーだね。結構大きくても、哦。 ザザーザーだねーもしかしたらこれを「ザ」の点々を外して濁点を外して「さあさあ」とか言えば少し弱い感感じじの雨ととるることもできるね今これは私が勝手に作ったオノマトペだから<ー>でも日本人はオノマトペの感覚がみんな結構備わってるんでちょっと「さあさあ雨が降ってる」うん「さあさあ」ぐらいって言えばちょっと弱めの雨なんだなと感じ取ることができるっていう感じですかね。あ 音的表现方法还是有点不一样，但是像 n a m i k 刚刚说，如果是他想要表达这种比较没有这么大的雨，稍微有雨的情况下，他可能不会用 zza，炸他炸会用 s s 把点点拿掉，就是变成 s s 的这种声音去表达。本当にね、オノマトペだけで喋ってるみたいな人たまにいますよね。説明じゃなくて全部音で表現してなんかを説明する人とかが <laughs>。 いるのでそういう人はちょっと海外の人にとってはねすごい迷惑なのかなとは思うけど。ああ、でも日本はそういうね習慣になっちゃってるからねもうこれをあそこにペイってしてヒョいってしとけばいいからみたいな感じで全然何言ってるか分かんない。

<laughs> 失礼しましまた <laughs> そうでここまでねちょっと擬音語メインで話してきたけど擬態語の方もちょっとやっていこうかなと思うんですけどこちらは先週だと「まあ、ニコニコ」っていうね笑う時の様子を表現した「ニコニコ」っていうのがあったりとかそうですねあとは星がキラキラ光るとかですね、うん、星がキラキラ光ってる<ー>こう綺麗に光ってる様子のことをキラキラと言いますね。上ニコ,ニコ的在笑我们台语讲可能就是<笑> 咪咪的感觉啦，笑咪咪的感觉。嗯嗯、还有另外一种的拟态语的例子的话，像星星，日本就会说キラキラ。台湾かありますか？キラキラみたいな。

<noise> 嗯，但像是皮肤的话是嘎沙嘎沙嘛，然后日文很有趣的地方就是，如果当你变成头发，<laughs> 你就会变成是啪沙啪沙。对对对，髪の毛乾燥してるじゃんって言いたい時とか、髪の毛パサパサじゃんとかってっね。啊、你头发很干燥哎、欸，啪沙啪沙。嗯。<noise> 我真的有被人家说过，哎、欸，你怎么头发这么啪沙啪沙？<laughs> 我常常打他的。<laughs> 本当にユキさんパサパサと言われたことがあるんですか？<laughs> の、欸？其实有哎、欸，因为在日本。<laughs> 他发质都很好啊！啊，そう、そうかな。对啊，どうなのかな？我觉得在台湾，大家的头发比较爬沙爬沙，可能因为我们常下雨，所以头发看起来就爬沙爬沙，啊、就是很很干燥的感觉。嗯嗯嗯、私は台湾人、湿気が多いから髪の毛も割と潤ってるのかなっていう逆のイメージを持ってました。 あ、うそなちなみに髪がその雨とかでちょっと広がるじゃないですか大きくボリュームが出るじゃないですか <laughs> その時の状態は散らかってる状態はですねあのボサボサというんですボサボサ。

でもそう気をつけないと海外の人はこう使う場所を間違えちゃってね違うニュアンスになってしまったりするんですけどでもその言い間違いが日本人からしてみるとすごく可愛らしく見えたり面白かったりするので全然あのどんどん使って

そうふわふわはなんかいっぱい使えるんですけどなんか柔らかいものを触った時にそれをあふわふわだっていうこともできるしあとは例えばう,ん、うん、うさぎとかチンチラみたいな動物って見た目の毛の毛感じがちょっと柔らかそうですよねなんかその柔らかそうな様子のこともふわふわって。 对，在日本呢，还有一个词叫做“服啊服啊”，然后这个“服啊服啊”在可以表达成是吃东西的时候，这个东西非常的软。中文的解释可能会长一点，就东西可能是很软软绵绵的这种感觉，就是ふわふわ“服啊服啊”嗯。嗯、然后还有另外一种ふわふわ“服啊服啊”，比如说动物的毛啊，像刚那咪哥上讲了一个台湾很少见的动物，叫做亲戚啦对，亲戚啦亲戚啦在。 在中文的意思的话是长尾毛丝鼠，好，我相信大家没听过，反正就是长得很像兔子又长得像老鼠的一个生物，<laughs> 因为最近他本人很很爱这个动物，<laughs> 像是如果。

好难哦、啊，難しすぎるかな。<laughs> 还有一种的浮啊浮啊呢，就是像鸟的羽毛，不是重量很轻吗？那这个很轻的羽毛在空中飘的时候，这种飘的样子也叫做浮啊浮啊。そうです。がふわふわ浮いている。そんな風にも使うことができるんですね。たくさん使えます <laughs>。我请大家容我不要翻成中文，因为中文要翻要很 <laughs> 大丈夫です。<laughs>

プルプルはあのすごい潤いがあるしっとりしてる感じをプルプルって言うんですよね。ププルル ううるおいそうそうい <laughs> そそそなんですよこのようにですすよよこのにね日本語オノマトペありすぎて本当に私たちのこの雑談系の動画の中では紹介しきれないので、えー、実はですね今後学習系動画の中でももう何シリーズかに分けてたくさんご紹介していこうと思ってますので皆さん今日覚えきれなくても安心してください。今後そちらの学習系動画の方でまとめてご紹介していく予定なのでそちらをぜひ 楽しみにね、待っていただければと思います。嗨。那因为只要说明 o n o m a t 的话真的是讲不完，所以我们之后会准备学习系系列的 o n o m a 几个分类，然后大家可以期待一下。 あ話说我我们们们还有有 IG IG 大家也可可以以 follow 一下哦这样的话我们有新的的话新新东西出来出来来或者影片你们就可以收到通知うん、うん、そうですね私たちあのインスタグラムの方も配信していてこちらの動画の中でお話ししていないこととかも紹介していたりしますのでぜひそちらもオノマトペもね過去の投稿でちらっと紹介しているのでそちらもぜひチェックしてみていただければなと思いますそしてこの日本語のオノマトペ何のことかわからないちょっと気になるっていうのと